週からこのツイキャスがカメラ1個になったんですよ。でコザのカメラで1個になって、でブラウザーを変えてって感じなので、あの Android じゃなくてサファリと Firefox 両方開いてるんで、それでごめんなさい。とりあえず、あ、じゃあ、とりあえず始まりますね。大丈夫大丈夫、ちょスライはあったけど、はいたい、ぐすようちゅうがなびら、いちゅうや、八月の二日、ね、八月二日、旧暦、旧の暦では、六月の三十日なといびん、火曜日よ、ひるらじ火曜日、始まるよ。さてさて、あいやな、暑いね。もうね、今年は特別じゃないって思ってたわけさ。なんか本土の方でも、まあ、全国的にね暑いよねって言っていたさね。だから結構暑いの大変じゃないと思っていたんだけど、なんと7月の暑さは戦後一だったということで、びっくりよね。これちょっと後から詳しく読んでみるさね。まずはオープニング、タイトルコール行ってからゆっくり喋ろうかね。なんかね、ここの時間でねゆっくりしすぎてね、なかなかね始まってるのか始まってないのかわからんよっていう声もあったので、今日早めに行ってみようかね。じゃあめぐみちゃんお願いします。石底巻のユンタクランチボックス。改めまして、こんにちは、マキママこと石底巻のユンタクランチボックス、昼ラジ火曜日始まりました。タイトルコールなったと同時に、この沖縄市中央パークアベニューの見上げる空の青いことよ、すごいね。もうギラギラ太陽さんもね、体育着付けて部活帰りかな、今から部活かな。女子生徒のね笑顔もねちょっとねあんまりない暑くてあちわんわんして疲れてる感じだけどね。え、戦後一の暑さだよということで、どんなよ7月こんなに暑すぎたらね。え、昨日から8月スタートしましたけど、大丈夫かな、乗り切っていけるかなとね、え10年経っても20年経ってもこの暑さになれないという移住組のね皆さんの声もよく聞くんですが、うちなんちもこんなに暑かったかねという感じですけどね。いやー、早く夏バイバイしたいかなって思いながらも、こんなこと言っちゃいけないですよね。夏は夏で季節として大事だからね。でもこんなうちなんちも許さんということでお許しください。8月に入りまして、本当にね、皆さんはどんな風に過ごしていらっしゃいますか。まあお仕事を持っていらっしゃる方はもう変わらずね、この暑さの中でも頑張ってお仕事なさっているというところでしょうが、主婦の皆さんも涼しいうちに何でも済ませよう、そして夕方からっていうことで、今の時間はちょっとあれかな、お家にいらっしゃる皆さんはちょっとお昼ご飯ね召し上がりながらゆったりしているところでしょうか。あと子供たちね、今はどこを歩いていても車を走らせていても子供たちの元気な顔を見ます。あまりポケモン GO だけやっていないことを願うばかりですが、結構ポケモン GO ねしてる子たちも見かけますが、ただ大人がね事故を多く起こしているようですので、大人がいい手本を示してなんか楽しみながらできるくらいにねとどめておけたらいいんじゃないのかなと思っておりますが、さあ、マキママこと石底巻のユンタクランチボックス、昼ラジ火曜日ですが、番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com、 ひるらじ数字の12、お昼12時の12ですね、ひるらじ12@gmail.com でお待ちしています。
あとこの番組は FM 小座のホームページからユーストリームとツイキャスで、 FM ギノワンさんツイキャスで映像と音声を、まあ、同時生放送ですからね、ご一緒させていただいています。よろしくお願いいたします。気軽にね、あのメッセージ送っていただいて構いません。ハローぐらいでもいいのよね。あのよかったらね、ずっと参加したいんだけどなかなか聞くだけっていう方もいらっしゃるということですが、もうそういう人たちも大歓迎です。ラジオを中心にユーストリームツイキャスでもぜひご一緒くださいね。 FM 小座のスタジオから生放送で、ギノワンも一緒に生放送でお届けしています。さあそれでは今日のオープニングナンバーに参りましょうか。毎週マキママフェイバリットアーティストの中からお届けしていますが、もう暑いとね、暑さ吹き飛ばしたい音楽に行くんだよね。で今週は真夏の8月を気張らず、さらっとおしゃれな音で少しでも涼しくしたいなということで、この間ね WOWOW の方でワウワウね、でライブも見たばっかだから、あいいなと思って、そうだよね、リップスライム行きたいと思います。今日は3曲、まずはピース。
もうゆったりしすぎて2曲目いっちゃおうかなと思ったけど、とりあえず止めておくね。後で書けるからさ、リップスライムでピースでした。ひるラジ、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワの提供と各社の協力でお送りします。ごめんね、私がいろいろ注文して、すいません。めぐみちゃんに頼りきりでございます。めぐみちゃん、これは何かわざとページにしてるの？なんかうまく表示はできないよ。このコメントは見たい感じだけど、これはメールはね、なんか同じウィンドウで開いてくれ、開いてくれない、マジ別ウィンドウ。ああ、なるほど。なんだろうと思って今ね。あ、そう。なんだろう。タブが使えなかった。タブで開いたつもり。これちょっと上に上げとくか、上げといて、これを来たら見えるかな、うん、あ、向こうでもじゃあチェックしてもらって、うん、はい、お願いします。そうそう、お話し会ね、5年前からは読み語りの会とか、あとはお話し会とか、子ども向け大人向けで年に1回はやっています。今年はちょっとリクエストもあって、ね、特別編で10月にもやるんですが、石底巻のユンタクランチボックス。昼ラジ火曜日、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、 FM 小座のスタジオから、 FM 小座と FM ギノマンさん同時生放送でお届けしています。さて、メールもありますよということで皆様にお知らせしておりますが、ひるらじ12@gmail.com、 ひるらじ、全部ローマ字にしてくださいね。ローマ字の小文字、ひるらじ数字の1212、ひるらじ12@gmail.com です。こちらで、リスナープレゼントも行っていますよ。今週のリスナープレゼントは、先ほどコマーシャルも入りましたね、沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にプレゼントします。旬の食材をふんだんに使った沖縄テイストの本格メニュー、お楽しみくださいね。ご希望の方はメールで、先ほどのメールアドレスでお願いいたします。ひるらじ12@gmail.com までお送りくださいね。懸命にひるラジリスナープレゼントと書いていただいて、あとは本文の方にお名前とご住所、連絡先などは書いていただいて、何か、つぶやきとかね、お話ししたいこととか、メッセージなんだか送っていただければ嬉しいです。なのでメールも、こちらのプレゼントも一緒にご応募くださいね。今週いっぱい応募大丈夫ですからね、受け付けています。で、当選者は来週のこの時間、昼ラジで発表いたします。で、当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能とさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今週の、先週のリスナープレゼントの当選者さんは今ないね。今ね、昨日発表しておりますのでね、また明日も発表するからね、よろしくお願いします。さあさあさあ、先ほどちょっとだけね、お話ししましたけれども、7月の暑さが
戦後一だったということで、どんなよどんなよどんな。沖縄気象台によりますと、7月の沖縄地方の地域平均気温は平年より 0.9 度高くなり、1946年に統計を開始してから、46年ですから戦後1年目ですね、1946年に統計を開始してから最も高い記録に並びました。先島諸島付近を含む沖縄の南の海域の月平均海面水温は平年より 0.8 度、かなり高いね、 0.8 度高い 30.1 度となり、解析地の存在する82年以降最も高くなっています。地域平均気温の平年差は那覇、久米島、宮古島、石垣島、与那国島の5つの地点の気温の平年差を平均した値で、平年に比べて久米島で 1.1 度、その他4地点で 0.9 度高くなったということです。沖縄県内の26の観測地点のうち、伊是名や名護、久米島など9つの地点で月平均気温は通年で最も高くなりました。海面水温は梅雨明け以降、台風1号の影響を受けた7月中旬を除いて高い状態が続いています。気象台によりますと、赤道付近の海面水温が平年より高く、インドネシア付近で積乱雲ができやすい状態が続いたため、湿った空気がフィリピン周辺に流れ込んだ、その影響で太平洋高気圧が平年より西に張り出し、沖縄地方が太平洋高気圧に覆われやすくなったことが原因とみられるということです。気象台は8月も引き続き暑さが続くと予想していますということで、もうすでに実感していますね皆さんね。夏休みですから、レジャーを楽しんでいる皆さんも、観光客の皆さんね、沖縄を訪れてくださっている観光客の皆さんもどうぞご注意くださいね。で、また農作業をされている方ですとか、あとお庭でね、とかベランダなどで、お庭などでちょっとね、ちっちゃな春仕事もしていらっしゃる方もいらっしゃいますでしょうし、あとは外で働いてる皆さんよね、現場仕事もなさっている皆さんたちも、どうぞどうぞ本当に水分補給しながら、でやはり日の当たりすぎね、目も保護しないといけないということね、そんなこともあったりしますので、ぜひぜひお気をつけいただきたいと思います。やっぱり暑かったよね、毎年だから違うよって思っていたんですが、やっぱしやっぱし暑かったということになりますね。いや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 、びっくりですわ。さて、前半のユンタクランチボックスは、まあお昼時間ですからね、もうその名の通りランチボックスにいろんな話題を詰め込んで、私が那覇からテクテクテクと2時間かけて歩いてじゃなくて、車でね、沖縄自動車道から那覇インターから入って、ちょっと沖縄南までね通過して、そして空港通り通って、この中央パークアベニューに入ってくるという経路なんですが、はい、毎日いろんな情報を集めてまして、特にねこの、旬のものが一番いいので、できれば火曜日の情報というところで、ね、この戦後一の暑さだったよっていうのも今朝の琉球新報の、ね、紙面からお届けしていますが、今朝ね琉球新報の紙面、まあ、夏休みにも入りまして、いろんな話題が、ね、あったりなんかして、結構にぎわっていたんでございますよね。そう、同じこの暑さがすごかったっていう話題のところ、社会面なんですが、ね、子どもたちもいろんなところで、沖縄だけじゃなくて県外でも今頑張っているんですよね。夏休みですから大きな大会も行われています。あと県高校文化祭もね、日本全国高校文化祭も行われていてというところで、いろんなねいい成績がいつも載っておりますが、今朝も出ておりました。ハンドボールの第29回全国小学生大会で5年ぶり2度目の優勝を果たした浦代省女子ハンドボールクラブの選手の皆さんが、昨日の夜那覇空港に凱旋清きされたということでね、皆さん本当におめでとうございます。浦添はもうハンドボール王国ですからね、浦代賞は5年ぶりで2度目なので嬉しかったでしょうね。なんか小学生の皆さんとは思えない、もうみんな背も高いしね、スポーツで鍛えてるなっていう体つきでも
いて、でも笑顔は女子らしい可愛い笑顔ですね。保護者や後輩の皆さんがおよそ100人が拍手で、夜なのにね、空港まで駆けつけてくれて、横断幕もすごいですよ。あ、なるほど、浦添市長もね駆けつけたということで、すごいですよね。6年生出場した6年生全員が決勝で点を決め、すごいんじゃない、全国制覇をすることができた、とても嬉しいと話していたということで、すごいですね。アグニ監督は、昨年は優勝候補と言われながら予選敗退し、選手たちは非常に悔しい思いをした、それが力になったと思うと話し、選手らを称えたということで、おめでとうございます。こういうね、一つ一つのいろんな沖縄の地域からの嬉しいことがね、この暑さも吹き飛ばしてくれるような感じがしますよね。いやー、ちょっと一休みして、夏休みも楽しみながら、また次の大会に向けてね、頑張ってくださいね。それから高校生の話題、先ほど言った全国高校文化祭ですが、へんとな高校が長官賞という、これもまた嬉しいね、話題出ていますね。広島で行われている第40回全国高校総合文化祭広島大会で、昨日自然科学部門のポスター発表で、沖縄ヒゲナガカワトビケラという水生昆虫の最終調査について発表した、最終は集めるね、最終調査について発表したヘントラ高校サイエンス部の3年生荒垣さんと、2年生同じく3年生の金城さんが2位に当たる、2人とも、女子かな、あ、女子も男子もいらっしゃるね、お二人が、文化庁長官賞を受賞したということです。2位に当たるということで、すごいですよね。こちらはね、ヘントラ高校といえば、そうそうそう、なんだっけ、私の友人のね、娘さんも今高校3年生で行ったんですよ。浦添出身なんだけれども、学びたいということで、この自然のこととかいろいろ学びたいということで、ヘントラ高校に寮生活でね頑張っている、女の子いますけれども、彼女も話していて、結構こういった自然にね触れながら勉強できる、本当に実験もできる、調査もできるということで、これをまた将来の仕事に生かしたいということを話していましたが、こんな風に皆さん活躍しているんですね。すごいですね。自然科学部門で受賞した金城さんと荒垣さんは、この種が、この水生昆虫ね、この沖縄ヒゲナガカワトビケラ、この種が1年を通して繁殖する理由を調査したということで、1年を通して繁殖する理由を調査を通して洪水に対応するためと考察したと発表したということで、なるほどね、なるほどね、1年を通して繁殖する理由は何だろう、この時期ではなく、その調査を、通して洪水に対応するためと考察したということで、すごいですね。もうこの観察力、それからね、ずっと続ける力、継続もありますし、ね、でそれからまた考えて考察結果まで出してっていうことですからね、すごいですよね。金城さんは先輩から引き継いで長期にわたった調査の結果が報われて嬉しいと話したということです。なるほど、この3年生だけじゃなくて、先輩から引き継いで長期にわたってずっとやっていた、これが実ってということで、先輩方にも拍手を送りたいですね。そして、同じく全国高校文化祭ではマーチング部門で小禄高校吹奏楽部が優れた演奏をした4校に選ばれ、実行委員会特別賞を受賞しました。小禄高校は30日に披露したパレードでも優れていたとして、グッドパレード賞を受賞しているということで、ダブル受賞になったんですね。こちらマーチング部門に出場した小禄高校吹奏楽部29人はトリックと題し、旗などを用いたパフォーマンスを演奏に合わせて披露したということで、かなり、ね、映える、ね、会場の皆さんを魅了する演技に、演舞になったということで、すごいですね。この演奏もね、それから、この旗を持って
カラーを持って踊る皆さんたち、すごいですよね。最近マーチング大会なかなか見ることができていないので、今度ぜひ行きたいな。小禄高校の吹奏楽部の皆さんもおめでとうございました。こんな風に活躍しているニュースがね、どんどん夏休み飛び込んでくると子どもたちのいい刺激にもなりますし、目標にもなりますし、そして、子育てをしている私たち親のね、親にとっても嬉しいね、元気になる話題でした。さあ、それでは一曲お届けしてから後半参りましょうかしら。今日はリップスライムお届けしています。2曲目はスライ。
石底巻のユンタクランチボックス。巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、昼ラジ火曜日お届けしています。皆さんと FM 小座 FM ギノワンのラジオの生放送で、そして、ツイキャスユーストリームでもご一緒いただいています。今週のリスナープレゼントは、沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェのペアランチ券2組様にプレゼントしていますよ。メールアドレスはひるらじ12@gmail.comとなっています。こちらでね、応募も受け付けています。メールでもどんどんお寄せいただきたいと思います。さて、ちょこっといけるわからん時間どんなって思いながら今喋りますが、桜坂劇場が運営する体験型ワークショップ第40期桜坂市民大学が8月22日月曜日より開講します。もう何期になるんだ、40期すごいですね。私第2期第3期、そのぐらいの時にお手伝いしたんですよね。桜坂市民大学は映画館にある学び屋として、ここだけの様々な講座をご用意しています。座学だけではなく、街を歩きながら学べる琉球沖縄史や幻の大声技法による肖像画制作講座などの特徴のあるラインナップから、肖像画制作ってすごくない？いいな、なんかこれで映画脚本ね、映画館ならでは映画脚本入門講座やスペイン語講座、源氏物語講座といった創作欲や知識欲を刺激する講座まで全127の講座を準備しています。また今期は新たに3つの講座を新設しました。沖縄と意外な共通点が見られるベトナムにスポットを当てた沖縄発ベトナム行きライブ、人気の栄養学講座を夜の時間帯にも開講、働く人のための予防栄養学講座、ダンスカテゴリーにはジャズダンスが追加されました。受講料がお安くなる早割は8月7日今度の日曜日まで、開講前に500円でお試し受講していただけるお得なワンコイン講座も8月18日木曜日より開催いたします。ということで、興味があったらね、この前何回ってあるのでそこ行けるかなというふうに迷うのではなく、ちょっとワンコイン講座でね、1回500円でお試しして、いろいろお試ししてみればいいんじゃない？で、その中から、あ、いいなと思うものを選んでいただけるっていうことで、これどんどんね、年に2回ずつ更新されていきますので、ね、次の楽しみにまた撮っておけますし、いろんなのありますから、ぜひ桜坂劇場のホームページ、桜坂劇場で検索して、詳しいところ見てくださいね。お申し込み方法とか、お得な情報とかもね、載っています。で、お問い合わせしたい方は、098-863-1933、098-863-1933まで、お問い合わせください。桜坂劇場第40期桜坂市民大学8月22日月曜日から開講だよ、まだ受け付けてるよの話題でした。では CM を挟んで後半のマキママちょっとだけ読んじゃうからねのコーナーです。うん、これね、アレルギー、やっぱり風がどんどん入ってきちゃうとアレルギーちゃうなって。ねえ、桜坂ねえ、なかなか行きたいけど、そっか、いや、ぜひいらしてください。小座もね、いっぱい楽しいところあるんですけどねえ、桜坂おすすめですよ。ちょっとディープな感じがね、すごく独特な雰囲気、うん、みんながみんな自由に楽しいことをしてるし、あとね、やっぱりこの講座が始まってから
おばあちゃんたちの姿も結構増えたかな。まあもともとね市場の近くに隣接してるからあれだけど、年配のおばちゃんたちもいっぱいいるし、で映画を見にいらっしゃる方もね、やっぱりいろんな割引利用して、シニア割とかいろんな割引利用してご覧になる方もいらっしゃるし、いいですよって言ってもね、オラもなかなか行けてないだよ最近は。なかなか行けてないんだ本当だ、ね、社会のお知らせとかいろんな取材の、ね、もうあれもいろいろ届くんですが、なかなか行けなくてよ本当によね。そうおばあとかおじいもね、おじいちゃんたちおばあちゃんたちも来るんです。うん、でおしゃれな人もちょっとアーティスティックな方もね多いですけど、だからいろんな混在してる感じが桜坂劇場って言うんでしょうかね。石底巻のユンタクランチボックス。昼ラジ火曜日、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックスお送りしています。さあ後半はマキママがラジオでちょっとだけ読んじゃうよ、今週のセレクトブックのコーナーです。まあ今週からね2週かな3週にわたってちょっとお届けできればなと。実は10月にまた、読み語りの会をするので、それに備えてそろそろ動き出さねばというところなんですが、リクエストがあってですね、銀河鉄道の夜、宮沢賢治さんのね銀河鉄道の夜を、6弦ベースとコラボして行うことになりました。生音しかも結構響くのでね、その音でいろんな音を出せるので、6弦ベースその音とコラボしてどんな風にできるかということもありつつ、で最近この本を開くことが多いので、この物語をちょっとね読んでみたいなと思います。宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。理科の時間の時でした。先生は黒板に吊るした大きな星座の図の上から下へ白くけぶった帯のようなところを指して言いました。皆さんはこのぼんやりと白いものが本当は何か知っていますか？ああ、ジョバンニさん。先生に刺されてジョバンニは元気よく立ち上がりました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだことがあったのですが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。よろしい。この白い川のようなものを大きな望遠鏡で見ると、もうたくさんの小さな星に見えるのです。この星の集まりは銀河系宇宙と呼ばれて、私たちの地球や太陽もこの銀河系宇宙の中に浮かんでいるのです。今日は銀河のお祭りですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。その日は一年に一度の星祭り、ケンタウル祭の日でした。ジョバンニ、一緒に川へ行こうよ。帰り道でカンパネルラがジョバンニに言いました。うん、でも僕仕事があるから行けたら行くよ。じゃあ後からおいでね。待っているよ。ジョバンニのお父さんは北の海へ出稼ぎに行ったまま長い間帰ってこないのでした。お母さんはずっと病気で寝たきりでした。ですからジョバンニは毎日学校が引けると町の活版所へ働きに行っているのです。この頃ではカンパネルラともめったに遊ぶこともありませんでした。学校が引けると子供たちは急いで家に帰っていきます。今夜の星祭りに川へ行って流すカラス売りの灯籠を作るのでした。でもジョバンニだけは
仕事を休むことができません。活版所は鉄道線路のすぐそばにありました。ジョバンニが活版所に着く頃は、いつも貨物列車の通り過ぎる時間でした。真っ黒な煙を吐いて、ゴトンゴトン、力強い音を立てて走り抜けていく汽車を眺めるのが、ジョバンニは好きでした。あの貨物列車はどこから来てどこへ行くんだろう。僕も一度汽車に乗ってみたい。そしてどこまでもどこまでも行ってみたい。活版所の戸口を入ると、中ではたくさんの輪転機がバタリバタリと回り、キレで頭を縛ったり、ランプシェードをかけたりした人たちが歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いていました。ジョバンニはいつものように決められただけの仕事を済ませると、計算台に座っている白い服を着た人から銀貨を一つもらいました。ジョバンニは急に顔色が良くなって表へ飛び出すと、口笛を吹きながら一目散に走り出しました。もうすっかり日が暮れていました。ジョバンニが帰ってきたのは裏町の小さな家でした。お母さん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ああ、おかえり。仕事が大変だったろう。今日は涼しくてね、私はずっと具合がいいよ。ジョバンニのお母さんはすぐ入り口の部屋に休んでいました。ねえお母さん、お父さんはきっともうすぐ帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。でもお前、なぜそう思うの？だって、今朝の新聞に今年の北の方の漁は大変良かったって書いてあったよ。ああ、そうだといいがね。きっと帰ってくるよ。お父さんはこの次お前にラッコの毛皮を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うと冷やかすようにそれを言うよ。でもカンパネルラは決して言わない。いつも気の毒そうに僕を見ている。さっきもカンパネルラは僕に一緒に川へ行こうって誘ってくれたよ。はあ、今夜は銀河のお祭りだったね。お前も行っておいで。行ってもいい？じゃあ1時間半で帰ってくるよ。ジョバンニは勢いよく家を出ました。町はさまざまの明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られていました。時計屋の店には明るくネオン灯がつき、電気会社の前のプラタナスの木にはたくさんの豆電球が灯って、本当にそこらは人魚の都のようでした。子供たちはみんな新しい服を着て、カラス売りの灯籠を手に持って、口笛を吹いたり笑ったりしながら川の方へ歩いていくのでした。十字になった町の角を曲がろうとしたとき、向こうの方から聞き覚えのある声が聞こえて、ジョバンニの同級の子供たちがやってきました。カンパネルラ見なかった？そう言おうと思ったとき、ザネリが投げつけるように言いました。ジョバンニ、お父さんからラッコの毛皮が来るよ。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこら中がキーンとなるように思いました。ラッコの毛皮、ラッコの毛皮、ラッコの毛皮が来るってさ。他の子供たちも一緒になって囃し立てました。ジョバンニはもう何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。その頃、カンパネルラは他の子供たちと一緒に船に乗って川の中にいました。子供たちは船に乗ったり、川岸の浅瀬に足を浸したりして、めいめいに自分で作ったカラス売りの灯籠を川へ流します。小さな明かりがさざ波に揺れながら、
いくつもいくつも後から後から流れていく景色はまるで光る帯のようでした。カンパネルラ、僕たち天の川の中にいるみたいだね。一緒に乗っているマルソが言いました。うん、でも本当の天の川だって、ほら、あそこに見えるよ。白くけぶった銀河の流れは空に大きくかかって、その果ては遠く川の流れと続いているように見えました。ジョバンニ遅いな。まだ仕事が終わらないのかな。カンパネルラは何度も何度も川岸の方を振り返っていました。ジョバンニは夢中で走って町と反対の黒い丘の上に一人立っていました。天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、釣り金草や野菊の花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲いていました。僕はどうしてこんな寂しい気持ちになるんだろう。はあ、もう僕はどこか遠いところへ行ってしまいたい。でももしカンパネルラが一緒だったらどんなにいいだろう。ジョバンニの目からは涙があふれそうになりました。町の明かりは海の底のお宮の景色のように灯り、子供たちの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに流れてくるのでした。遠い野原から汽車の音が聞こえてきました。あの汽車の中にはたくさんの旅人が乗っていて、リンゴをむいたり笑ったりしているのかと思うと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ジョバンニは青い琴の星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりしているのを見ました。そしてすぐ後ろの天気輪の柱がしばらくは蛍のようにペカペカ消えたり灯ったりしているうちに、それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、青い鋼のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。銀河ステーション、銀河ステーション。どこかで不思議な声がしたかと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるでダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返して空中にばらまいたというふうに、空一面が何千何億という光の粒でキラキラと輝き渡りました。ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。金剛石で光り輝く青い鋼の空のドームがゆっくりと動き出したように見えたのです。さあ、今日はここまで。これからジョバンニの空の旅、銀河鉄道の星への旅が始まるんですよね。どんな風な出会いがあって、いろんな登場人物が出てきて、いろんなことを教えてもらい感じ取りながら、どんな風なお話になっていくのか、ね、皆さんも銀河鉄道最近読んだことなかったなっていう方たちも、よかったらちょっとね、一緒に来週も楽しんでみませんか。宮沢賢治作銀河鉄道の夜、今日は前半部分ちょっとだけ読んじゃいました。さあ、それではそろそろエンディング、一曲お届けしましょうね。やっぱりリップといえばこの曲をかけないとですよね。リップスライム、楽園ベイビー。
石底巻きのユンタクランチボックス。この曲聴いてたらビーチ行きたくなるねっていう話してたら、めぐみちゃんは懐かしい小学校の頃の掃除の時間に流れてた。どんなよ、どこの小学校ねだ、もうどんな先生がこの曲許可したかねみたいなね、聞いてみたいなと思いましたがねえ、いいメロディーとねえ、いいアレンジとねえ、この声ねえ、ずっと廃れないですよね。聞きたくなっちゃって、今日はリップスライムかけちゃいました。さあそろそろエンディングということで、そろそろじゃなくてもうどっぷりとエンディングでございますが、先週先々週かな、そうそうね、じゃあ皆さんぐらいでも切れた時があったりしてね、ちょっと喋りすぎちゃう時あるんだな、ゆったりしすぎちゃってという感じですが、先ほど桜坂劇場、ねの講座が第40期8月22日月曜日から開講しますよということでしたが、新しく3つね入ったということで、体のラインや角度で踊りの表情を出したり、回転やジャンプでダイナミックに表現したり、いろいろな踊り方を知れば自分の中の世界が広がりますよ。体を大きく使ってのダンス表現に興味のある方はぜひということで、シアタージャズダンスが入講座として追加されています。水曜日の15時30分から17時、全9回でということ。あと沖縄発ベトナム行きライブということで、これなんか謎なんだよね。ナハトゥエンさんという大学非常勤講師の方なんですが、ナス・トゥエンさんね、ナス茂樹さんの親戚かなと思っちゃったりしたんだけど、ベトナム家庭料理といえばウンチェーバー炒め、台所にはヘヌカンが、急所ハーリーシーミーだってあります。そんな沖縄から見えてくるベトナムを食べて触って奏でて聞いて歌うライブ感覚でどうぞということで、こちらもね火曜19時半から21時ということで、でヘルス&ビューティー講座は働く人のための予防栄養学講座、これ全1回ずつの講座なので、ちょっとチェックしてみてもいいかもしれませんね。桜坂講座ということで、検索してみてください。さあそれでは私はこの辺で、来週は、また火曜日にね頑張ってきますので、ご一緒くださいね。 FM 小座の皆さん、 FM ギノワンの皆さん、ユーストリームツイキャスの皆さん、ありがとうございました。明日はやっこベイビーちゃんこと富島康子ちゃんです。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場乳酸話の提供と各社の協力でお送りしました。